はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日なんですが、ドラグニティデッキをね作ってきたんでご紹介していきたいなと思います。ドラグニティね、昔はねよく使ってたんですけど、あのドラゴンリンクが生きてた頃ですね、あのアガーペインとかが生きてた頃は結構使ってたんですけども、あのアガーペインとかエルピーが全部禁止になっちゃって、守護竜系のね、だからそこから全然使ってなかったので、その現代遊戯王のパワーを使ったドラグニティデッキをあの組んできたんですけど、めっちゃ強くなってましたね。あのストラクチャーがさ、あの発売されて結構やっぱりあのパワーカードが増えたんですけど、まずですねやっぱりその昔のドラグニティと違って強いカードが、これが一番圧倒的一番衝動、ドラグニティレムス。これ手札から捨てると竜の警告サーチできるんですよ。これすごいカードが実装されてましたね、これね。このカードで手札からぶん投げるとこれがサーチできちゃうっていう、まあ、竜の警告があるとドラグニティって、まあ、余裕で展開できるんで、まあ、このカードを持ってくるカードがあるから実質、竜の警告が、まあ、不意のゴイスとテラフォーミングを含めると 1,2,3,4,5,6,7,8 枚もあると。8枚も竜の警告があったらさすがに強いなっていう、まあ、そういう話ですね。で、竜の警告は手札を1枚捨てるとデッキからレベル4以下のドラグニティを加えるか、ドラゴン族モンスター墓地を送るっていう効果があるんで、これでなんかいろんなね、まあ、展開をしていくと。で展開方法はあの対戦動画を見ていただければ分かるようになってます。で圧倒的一番初動はあの基本的にドラグニティレムスまたは、まあ、セナートですね、まあ、この2枚どっちか引いてれば、まあ、基本的にはあの何とかなるっていう感じですかね。まあセナートの場合はドラグニティカードを捨てないと効果発動できないので、ドラグニティモンスターと一緒に引く必要があるっていう感じですね。はい。で、展開方法のね、まあ、要はこいつですね。ドラグニティナイトガジャルク。このモンスターの効果を何回使えるか。これが今の現代ドラグニティの、まあ、あの、そのキーポイントになってますんで、まあ、今回はね、この展開をね、こいつの効果を無限に使いまくって、一旦に3、4回使ってね、展開していく方法をお見せしたいと思いますんで、早速やっていきましょう。デッキレシピは概要欄に貼ってありますんで、わかんないカードだったら見てください。デュエル。スタンバイ。久しぶりだね、このデッキ。このデッキ、このギミックを使うのは。ドラグニティ、だいぶ強くなってますね。ドラグニティのこのなんかレムスとか来てからはちょっと使ってなかったんですよ。昔僕、ドラゴン族、デッキ、あ、うららね、オッケー。全然いいです。全く問題ない。レムス止められるのは全く問題ない。なんでかって、竜の警告聞いてるから。まあ、結構竜の警告持ってくるっていうカードなんで、別に関係ないっていう。いや、結構ね、使ってたんですよ、OCC では、ドラグニティ。レムスが来る前ね、ドラゴンリンク時代、アガーペインとか生きていた頃ですね、あの時のね、ドラゴンリンクめっちゃ強くて、なんか死ぬほど制圧できたんですよね。先行、なんか6妨害みたいなことできたんですけど、まあ、ちょっと今は、結構割と抑えめの展開になってますね。まあ、ピスティは生きてるけど、エルピーとさ、アガーペインないからさ、まあ、そんな話はどうでもよくて、でここ通っちゃうんだったらもう世界が終わるっていうことは聞いておくね。でドラグニティレガトゥスを持ってきて、でレガトゥスは竜の警告があると特殊召喚ができる。はい。で、墓地で存在するドラグニティレムスの効果とドラグニティモンスターがいると特殊召喚ができる。そして、レベル4のレガトゥスにレベル2のレムスをチューニング、シンクロ召喚。ドラグニティデッキっていうのはね、結局ここに帰着するんですよ。ドラグニティナイトルガジャルグ、ガジャルグの効果とガジャルグの効果によって風ドラゴンまたは風鳥獣を持ってきて、そのまま風ドラゴンまたは風鳥獣を墓地に送る。そして墓地に存在するブラックフェザー精鋭のゼプロスの効果と精鋭のゼプロスの効果によって竜の警告を戻して特殊召喚。ちなみにこれ1枚レムス1枚初動ではあります。一応、まあ、今はね、裏打たれましたけど、竜の警告がすべき手段で耐えてるって感じですね。でロムルスをリンク召喚。ロムルスの効果とドラグニティカードを1枚手札に加えることができる。これによってドラグニティグローを手札に加えていく。こんなカード昔なかったんですよね。でドラグニティグローとかいう最強効果によってこれでミスティルを持ってきて、でだな、ミスティルの効果とフィールド上のドラグニティモンスターを墓地に送りながらこのモンスターを特殊召喚。そしてこのモンスターが特殊召喚成功した場合、自分の墓地のドラグニティモンスター一体を装備することができる。これでガジャルグを装備していく。そしてドラグニティグローの恐るべき効果を発動。このカードの効果により装備されているドラグニティガジャルグは再び特殊召喚ができる。現れろドラグニティナイトガジャルグ。そしてガジャルグの効果発動。ガジャルグの効果によってこれひたすらに ちなみにガジャルグの方がもう一回使いますからね。まだもう一回使うっていうガジャルグ過労死デッキとなっております。ガジャルグ完全に過労死デッキ。そして
妖怪賞を特殊召喚、レベル6のモンスターが2体でオーバーレイネットワーク構築、エクシーズ召喚、召喚条件はドラゴン族モンスター2体現れろ、寿司三昧、そして戦国竜王アティムスの効果をオーバーレイミットを1つ使い、デッキよりドラゴン族モンスター1体を特殊召喚することができる。これによりレッドアイズダークネスメタルドラゴンを特殊召喚し、ダークネスメタルドラゴンの効果を、まあ、こいつも名称単一になっちゃいましたからね。これ昔これ無限に使い回してたんで、ドラゴンリンクしてるときは、あの時はね、遊戯王楽しかったですね。何もさせなかったんで相手にマジで何もさせなかったんで、あの時のドラゴンリンクってなんかアルデクみたいな感じですね、あの雰囲気的には。ええ、あの時のドラゴンリンクこそクソゲーと言っていいかもしれない。そしてレベル6のガジャラクにレベル2の妖怪眺望チューニング、シンクロ召喚、現れろ、最強のドラゴニティモンスター、ドラゴニティナイトサベージドラゴン、そしてドラゴニティナイトサベージドラゴンの効果を、このモンスターの効果によりドラゴニティナイトロムルスを装備し、カウンターを2個置かせてもらうぜ。ドゥクス召喚、これもちなみに皆さん知ってました、まだ召喚権僕使ってないんですよすごくないですか、ドゥクス召喚してドゥクスの効果発動、ドゥクスの効果によってここでクーゼを装備していく。あ、これ間違えてあのファランクス装備すると意味わかんなくなるんで、ここでクーゼの装備解除効果を発動、そして超重毒モンスタープラスドラグニティモンスターでシンクロ召喚、アルティメットのったらけ融合、ドラグニティナイトバルーチャシンクロ召喚、そしてバルーチャの恐るべき効果を発動、バルーチャの効果により墓地の存在するドラグニティモンスターを好きなだけ装備することができる。これによってファランクスとクーゼを特殊召喚、そしてまずはファランクスの装備解除効果を発動、ファランクスを装備解除し、このモンスターを装備状態から特殊召喚していく。そしてドラゴン族モンスター2体でリンク召喚、現れろ、天宮の聖国院、そしてドラグニティクーゼの効果発動、装備を解除し自身を特殊召喚、レベル8のドラグニティナイトバルーチャにドラグニティクーゼをチューニング、シンクロ召喚、これが新たな力ドラグニティナイトアラッドバルシンクロ召喚、かっけーかっけー、これかっこよ、このデッキ。昔はね、もうちょっと展開伸びたんですけどね、レベル8、2体並べてタイタニックギャラクシー出したりとか、あと単純にそのアガーペインでアビス出したりとか、なんかその、ま、素材をね無視してバンバンドラゴン族モンスターをエクストラできたら出してたんで、めちゃくちゃ強かったんですけど、ま、今はちょっとだいぶ控えめになりましたね。あー不快だねそれそれ不快だな。あ、でもそんなに手札切んの、あー不快だねそれ、それめちゃくちゃ不快だね。一番ちょっと悪か、やばい、まずい、非常にこれは非常にまずいか。え、待って、バトルフェイズアップレー、なんか死んだけど、また耐えてると、ぶん殴ってくる、ぶん殴ってくる、これは、効果、墓地の効果は無効になってないですよね、これこれ戻せないけどドラゴン族モンスターは出せるっていう見解でいい、これ合ってるわ、やばい、これちょっと待って、エアップさらすかもしれない。リリースしてこの効果増えるのか、ああ、できる。大丈夫だ。まあ、レムスとかでいいですかね。もしか読み返ってこれるんで、レムスの方が強そうですね。はい。さあ、どうする、どれかしか取れないぞ。まあ、レダメだな。まあ、いいだろう。はい。よし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 。よし。頑張った結果、何も残んなかったぞ、相手。ちょ、俺を不快にしたわけだったな。なるほど。なるほど。墓地大したカードないね。まあじゃあ、一旦分からせに行くか。竜の警告を発動。竜の警告を発動し、竜の警告の効果発動。手札を1枚墓地に送ることによって、ドラグニティの好きなモンスターを1体持ってくる効果。これでセナートを墓地に送って、ドラグニティデュクスを手札に加えていく。そして、ドラグニティデュクスを召喚。デュクス。デュクスの効果と。デュクスの効果によってドラグニティクーゼを墓地より装備していく。そしてクーゼを解除、装備解除、特殊召喚、そして俺はレベル4のドラグニティデュクスにレベル4となるドラグニティクーゼをチューニングしていく。アルティメットのっただけシンクロ、
現れよ、ドラグニティナイトバルーチャ。バルーチャ効果発動。シンクロ召喚に成功した場合、墓地で存在するドラグニティモンスターを装備することができる。これによってドラグニティファランクスとドラグニティクーゼを装備していく。そしてドラグニティファランクスの効果発動。自身を装備を解除し特殊召喚。そしてトークン以外のドラゴン族超獣族モンスターに対してリンク召喚。現れろ、ドラグニティナイトロムルス。そしてドラグニティナイトロムスのリンク召喚成功時効果発動。ドラグニティカードを1枚を手札に加えることができる。これによってドラグニティボイドを手札に加えていく。そしてドラグニティクーゼの装備を解除し自身を特殊召喚。そしてドラグニティナイトバルーチャにドラグニティクーゼをチューニング。シンクロ召喚。現れろ、レベル中ドラグニティナイトアスカロン。かっけーかっけー。この盤面見て、やばいやばいこと起きてるわ。 This is ドラグニティバトルフェイス。うわーいけー、ドラグニティアルティメット最強ぐるぐるパンチ。ドーなんてかっこいいデッキなんだ。やっぱドラグニティって楽しいな。うん、やっぱなんか皆さんは何種族が好きですか？私はですね、あ、風霊媒師見、やば、最強モンスター来た。やっぱドラゴン族が一番好きですね。個人的にはドラゴン族めっちゃ好きです。でも種族の中だったら一番好きなんじゃないかな。かっこいいですよねドラゴンってね。なんかその中二病をくすぐるというか。あー、これはチェーンブロックを組まない特殊召喚が多いな。めんどくせえな。あー、もうちょっとそれ打つか、そろそろちょそろそろ打たんとやばい。あ、ちなみに特殊召喚止めるのやめて、事故ってるから。あ、オッケー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 。特殊召喚止められると非常に厳しいですからね。私の手札には非常に冥王結界派っていう最強のカードがあるんで、相手の展開しきったモンスター全てを無力化することができますよ。やっぱね、ひとしずくって手札コストいるじゃないですか。それがね、やっぱ冥王結界派は高校だけですけど、先行でセットするっていう使い方できないんで、ひとしずく以外はね、あれですけど、やっぱね、高校からまくっていくのに非常にね、強いですね、冥王結界派。最近結構なんかお守りで、冥王結界派1枚だけで金刺すっていうことをよくやってます、まあ、とりあえずこれウララ打って、で相手の展開をしっかり止めていくと。でゴムガンでサーチする効果を一切合切できなくなったため、相手意外とこれ困るぞ、まあ、結局遊戯王はまあ先行ゲーなので、まあ高校取っちゃった時のためのなんかまくり札みたいなやつはやっぱある程度ないとねきついですよね。さあ、でんでん代行を特殊召喚していく。なるほど、大丈夫かそんな引かせて。まあ今のところ初動札あんま引けてないけどね俺も。あんまりで、赤目のダイスの効果でレベルを変更していく。6にね、はい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 、オーケー、いいよ。6 63で、あ、91、あ、バロネスまで行くのかこれは。ウォルクライエ、なるほど、それはそれでめんどくせえモンスター来たな。でウォルクライエ、まあウォルクライエで置いとくっていうか、あ、そうだね、バロネスまで行くよね。でバロネスまではいい、オッケーオッケー。まあ、反応あんま強くないけど、まあ、まあ、それでもって感じか。まあ、まあまあまあ、初動札はいくつかあるんで。あ、デュクスも来た。まあ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 。これはなんとかなんじゃねえかな。まあ、とりあえず、冥王結界打つかどうかをちょっと考えよう。これ打たなくても良さそうだな。どっかで無効効果使ってくるんじゃねえ、これ。今、一妨害しか多分ないから、黄金筆打つでしょ。で黄金筆打って、で黄金筆で、除外して、テンパランスを。で、テンパランス除外することによって、何らかのモンスターを持ってくる効果、発動するんだけど、何かありますかと。さあ、どうする？止めるか？止めないね。止めないね。なるほど。なるほど。レムスはどうだ？レムスはどうだ？レムスは止めるか？レムスも止めねえ。あいつ、全然止めねえな。竜の警告発動はどうだ。で竜の警告発動止めるか。さあどうする。まだ止めないのか。まだ止めない。あいつやるな。そして竜の警告発動、
竜の結構の効果によってカードを1枚墓地に送ってもハーピーの羽も切らねえわ。これ墓地に送って持ってきたいんだけどなんかあるの。おい、あいつ全然止めねえぞめんどくせえな、やべえ、めんどくさくなってきた。もう打つか。じゃあいよいよちょっと打つしかねえ。ではこの盤面を処理しましょう。まずは冥王結界派これで相手のフィールドのモンスターの効果は全て無効になりました。そしてドラグニティレガティスの効果を発動。このモンスターは竜の結構があると特殊召喚することができる。そして墓地で存在するドラグニティレムスの効果を発動。このモンスター自身を特殊召喚することができる。よし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 、分からせていくぞ、分からせていくぞ。レベル4のドラグニティレガティスに間違えた、こちらね、ドラグニティレガティスにレムスをチューニングしていく。シンクロ召喚現れろ、ドラグニティナイトガジャルグ。そしてガジャルグの恐るべきモンスター効果を発動。風ドラゴンまたは風鳥獣を手札に加え、あ、風じゃなくてもいいのか別に、ドラゴンまたは鳥獣を手札に加え、そのまんまそいつを捨てることができる。ほい。そしてドラグニティ、ドラグニティじゃない、ブラックフェザー精鋭のゼプラスの効果を発動。表側のカードを手札に戻しながらこのモンスターを特殊召喚することができる。そして竜の警告を発動。さらに竜の警告の効果を発動。竜の警告の効果によって俺はドラグニティアームズミスルを墓地に送り、ドラグニティモンスター1体を手札に加えることができる。これによって、あー、これセナートを持ってきてもいいけど、まあ一応クーゼか。そして俺はドラゴンまたは超獣族モンスター2体をリンクマーカーにセット、サーキットコンバイン、ドラグニティナイトロムルス。そしてドラグニティナイトロムルスの効果発動。ロムルスの効果によって、ドラグニティグローを手札に加えさせてもらうぜ。そしてドラグニティグローの効果を発動。ドラグニティグローの効果によりドラグニティモンスター1体を墓地またはデッキより手札に加えることができる。そしてフィールドに存在するドラグニティナイトロムルスを墓地の送り、ドラグニティライトミステルを特殊召喚。そしてミステルの恐るべき効果を発動。ミステルの効果により、ドラグニティナイトガジャルグを装備解除し特殊召喚。そして墓地で存在するドラグニティグローの効果発動。ドラグニティグローの効果により装備状態のドラグニティナイトガジャルグを装備解除し特殊召喚。ほい。そしてドラグニティナイトガジャルグの効果発動。また鳥獣のまたはドラゴン族モンスター1体を持ってきてそいつを捨てることができるぜ。うわあ、ぽい強いんごね。この動き一生ガジャレグの効果を使い回してね展開していくというデッキなので非常にね、あの、頭が悪いです。そしてレベル6のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚、帝国竜王アテムス。そしてアテムスの効果発動。あ、これレダメ持ってんのか。もうまあ、でもこれドラゴン持ってきたら関係ないから別にいいか。ドラグニティレムスを特殊召喚。そしてレムスを墓地に除外することによってこのモンスターを特殊召喚。現れろ、レッドアイズダークネスメタルドラゴン。レッドアイズダークネスメタルドラゴンの効果と墓地に存在するドラゴン族モンスター1体を特殊召喚することができる何回出てくるんだよガチャルグ。どんだけ出てくるんだこのガチャルグとかいうモンスター。ファランクスを手札に加え、そして、クーゼを墓地に送っていく。そして俺はレベル6のドラグニティナイトガチャルグにレベル2の、ミストバレーの妖怪鳥をチューニング。大式竜よ、その獰猛なる牙を銃弾に飼い撃ち抜け。シンクロ召喚現れよ、ドラグニティナイトサベージドラゴン。ドラグニティナイトサベージドラゴンの効果発動。墓地で存在するリンクモンスター1体を装備しカウンターを置かせてもらうぜ。プルルピン。そして俺は竜の警告を発動。竜の警告の効果によってさらに手札を1枚墓地に送りドラゴン族モンスター1体を手札に加えさせてもらうぜやってることやば、やってることやばすぎでしょこれ。次の書道持ってきておいたらいいか、次の書道持ってきておいたらいいなこれな。そしてまだ俺は召喚権を使っていない。ドラグニティ・デュクスを攻撃表示で召喚。デュクスの効果発動。デュクスの効果により墓地で存在するドラグニティ・チューナー1体を装備することができる。そしてドラグニティ・クーゼの効果発動。
自身も装備を解除し特殊召喚することができる。そしてドラグニティデュクスにレベル4となるドラグニティ空勢をチューニング、シンクロ召喚、現れろドラグニティナイトバルーチャ。そしてバルーチャはシンクロ召喚に成功した場合、墓地に存在するドラグニティモンスターをめちゃくちゃいっぱい装備することができる。よーしよ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 し、これ一回バトルか。どうせダメージ入んないからこれこうするしかないよね。はい、でこうして冥王結界の、 あの弱いところはダメージが入んないんで、まあ、相手の場面は返せるけど、まあ、そのターンでは殺しきれないっていうところでなんですよね。まあ、一応これでドラグニティファランクスを装備を解除し特殊召喚、そしてドラゴン族モンスター2体の魂を墓地に送り、現れよリンク召喚、天球の聖国印。そして装備をドラグニティ空勢の装備を解除し自身を特殊召喚、そしてレベル8のドラグニティナイトバルーチャにレベル2のドラグニティ空勢をチューニング、シンクロ召喚、現れろドラグニティナイトアラドバル、完璧だこれで完全にまくりきった、完全にまくりきった。相手の妨害を完全に、まあ妨害あんまなかったけど、これでさすがに妨害だ、効果無効、何でも効果無効1回、バウンス1回、もうそこが1回無効なので、あスピードドルーレット、あー黙って黙れ黙らっしゃい。さあスピードロイドルーレットが無効化されていく。さあどうする、何もなくなってしまったな、フィールド上にカードが。あ、でんでん太鼓、あ黙れ黙れ、もうねえだろ墓地デスオス、黙れ黙ってろ完璧だ、なんて強いんだなんて強いんだこのデッキは、おら防御が何かできるもんだらしてみやがれ最強ドラグニティ最強、マンジマンジマンジ、なるほど、おっとどうしました、何もできないですか、おいやはりドラグニティっていうデッキは最強なわけですよ皆さん。あーオッケー、まあ冥王結界派がある時点でもう最強っていうことだけ言っとくわ。まあ初動札も引けてますしね、ワンチャンなんとかなるんじゃないかな。まああとはちょっと相手の手札がどのぐらいあるかっていう。パラディオブフェルグラント、なかなか珍しいモンスター出してきますね。これあのドラゴンズをサーチ出た、ドラグニティアームズレバテイン、くしくも同じ構えだな少年ドラグニティ対決と言っていい、これは2体でリンク召喚、はあ、あイゾルデ、なるほどなるほど、まあ一旦イゾルデ、ドラグニティアームズレバテインさんはですねめちゃめちゃ強くて、あの墓地に送られるとなんかその墓地のなんかドラゴン族をねなんか蘇生できるみたいなあのムーブがあって、なんかいろいろ悪さするんですよあの人は、本当にいろんなコンボに使われているっていう。さあパラディオムフェルグラント効果、なるほどフェルグラント効果で、リリースして墓地のレバテインを特殊召喚していくと、なるほど、でレバテインからのライダー、ライダーはちょっと待ってこれあれこれどういうコンボだっけ、レバライダーってやつだなこれな、ライダーは、破壊するのか、全部っ破してで墓地のモンスター蘇生する、でパラディンオブフェレグラント特殊召喚して、さらにレバテインの効果でパラディンオブフェレグラントの効果も使って装備する、はい、なるほど、テンペスト装備で破壊してレバテインが特殊召喚される、でレバテイン効果墓地のライダーを装備する、あーこれはあれですね、いわゆるあのレバライダーと言われている最強コンボですね。これあれですね、なんかデッキからひたすらなんかドラゴン族モンスターをなんか装備して墓地に送るコンボですね、これ。ドラゴン族モンスターひたすらにデッキから装備して、でひたすらにそのカードを墓地に送ることができるっていう最強コンボ。レバテインの効果で、ライダーを装備する、で、ライダーの効果でぶっ破する、はい。で破壊されて、でレバテインの効果
あ、じゃあライダーの効果で、ライダーの効果でパラディンをオペルグラントで、レバテインは墓地を送られたので装備していたモンスターを特殊召喚すると。はいはいはい、ちょっとなんかわかんないけど、なんか確かね、ひたすらにね、あのドラゴン族モンスターを装備する無限ループだった気がする。ゲボ長えな、こいつ。いつまでソリティアしてんだこいつ。なんかもうすでに多分これ一人でこれ20分ぐらい回してんじゃねえかっていうレベルで、なんかすげえ分回してんだ。うえ、5000バーン、何これ、やばいモンスター来たな、おい。なんか全然知らんモンスター来たぞ。なんか5000バーンされたぞ。やばい、わけわからんコンボ来た。で、テンペスト、はい。このモンスターは、エクストラの枚数の差によって効果があるんだね。15枚以上あると相手のライフを3000にする。あ、へぇー。なるほど、なるほど、なるほど。へぇー。面白いモンスターですね。なるほどですね。だから、エクストラデッキにモン、あのドラゴン族モンスターを溜めまくっていたってことですね。で、典型の聖国院。はぁ。こいつそろそろタイムアウトすんじゃねえかな。エンタメイト、エクストラシューター。ちょっと待って、どういうこと。自分のエクストラの P モンスターの数かける300ポイントのダメージを相手に与える。何このクソコンボ。